シシドジョーさんとの長回しアクションシーンっていうのが、ワンカットでもって回しっぱなしのその立ち回りをしようというのがジョーさんと二人で言い出して、それでそれこそ表から喧嘩が始まって中入って中の2階まで上がってって2階から降りてまた表まで直り越して出てくるみたいなことをワンカットで撮ってたね。打ち合わせをしながらこうキャメラもクレーン乗っけてそのままこう後ろ追っかけてた。それを要するにどこまでやれるかやってみようって言うんでやったけど、まあ完全にうまくいったかどうかっていうのは何とも言えないけども、でも立ち回りとしては壮絶だったんですよ、うん、やっぱりあの殴りながら2階に上がって殴りっこしながらこう2階上がっていく、その訓練ほぐれつをやってまた2階から落っこってくるとかっていうのは考えたら撮れてたのかな、そのまま。あれフィルム見てみなきゃ分かんないね。映画を見に行ったりもやっぱりみんなよくしてたんですかね、その合間合間に。うん、あの当時はね、はい、やっぱり洋画を見て勉強というか研究をしたりなんかしたことはしょっちゅうあったの。それでやっぱり我々は我々なりにまあ耳に入るニュースとしては東南アジアではナンバーワンだと、日本の映画が。それで外国の映画人が見に来て真似てるとかやるなんだとかっていうニュースがあって、なんかうろ覚えに覚えてるけども、アラン・ドロンの映画でも渡り鳥のポスターをまあ参考にして同じようなムードのものを作ったとかね、いうのを聞いたことあるし、まあ東南アジアじゃ神様だった小林明は。小林明が人気があって神様なのか、小林明の映画が良くて神様だったんだろうと思いますけどね、映画の中のヒーローが。だから東南アジアに出かけてって舞台挨拶した時なんかも挨拶だけで引っ込もうとしたらブーイング食って、それで何なのって聞いたら、何でもいいからアクションをしてくれって。そんな何でもいいからアクションってことはできないだろうって、もう何万人も入ってるところと思ってごちゃごちゃしててもしょうがないから司会者に、でひゅっと見たらこうサイドにこうなんていうのか看板っていうかあの要するに飾りをしてるところたるきがこうあってね、はい、で司会者のやつにもう「あんたあのたるき持ってこい」って。でなんか分かったらね、司会者も日本語が斜めに分かるぐらいな状態だから、あのこう支え木を持ってこいって、あれかって言うから、そうそうって持ってこいって言ったら持ってきた、どうするんだって、それで俺のこと引っ叩いてこいって、それで何でもいいからもう思いっきり引っ叩いてこいって、でいいのかって、正面から来いって、ちゃんとこうやってバンって引っ叩いてこいって、でよしって向こうがやって、バーンって避けたら、こんな五寸のたるきだから簡単に折れるわけ、バキーンと、まあ何万人の会場がうわーっつって、あの感性たるや、ちょっと何とも言いようがないね。そう、下打ち合わせなくやったんですよね。もうとにかくそれをやらないと引っ込めないムードなわけ、ブーイングで。ジャッキー・チェーンさんも結構憧れてたって聞きましたけれども、ジャッキー・チェーンは映画館を親父さんがやってたから俺の映画をずっと見てたと、それであんたのアクションが素晴らしくて俺はそっくり真似してきたと言って、彼はあの恥じることなく堂々とテニオファを言うわけだ。だから香港で初めて会った時なんかも、お前アイドルっつって飛びついてきた。お前アイドルって飛びついてこられるこの感覚ってのは、前アイドルって言われるような感覚ってのは
相手が女性ならば別だけど男性にそう言われてこう抱きつかれてこられたら何なんだと思うだけでね、なんとも奇妙な感じがするけども、話の内容としてはという、もうアクションが、小林旭のアクションがもうイメージに焼き付いてる、それで全て真似したんだっつって、だからなんかいくつか彼のアクションの映画の中では俺のアクションの撮り方と同じカット割りをしたり方法をしたりしてるものがいくつかあるね。なんか階段を上がってそこから上から飛び降りたりっていうアクション、ジャッキー・チェンもよくやりますもんね。あの頃はやっぱり自信があったんだね。2階からもう全くノーバウンドでバーンと飛び降りても微動だもしなかったもんね俺も、うん、バンと着地すりゃいない次の行動にこうパッと出られるような、そういうことが平気であったから。あとジョン・ウー監督も、ジョン・ウーさんももう初めて帝国ホテルかななんかで会った時びっくりしちゃったけど、もうこっちは初めましてって立ち上がって挨拶しようとして、ああいやどうもって瞬間から這いずってこられるからびっくりして見てたら、這いずってきた挙句の後に手を取ってもう大光栄だっつって大喜びしてて、最初の時はね、ジョンにしてもジャッキー・シェーンにしてもやっぱり正義のヒーローにあったんだろうね、彼らの世界の中の。俺は全然そういう意識がないけども、うん、